たらネキシさんがあれ買ってたのカセットボンベの豆腐屋さん1万円岩谷かなんかの、うん、わかる、岩谷ただちまさんも大変だな、うん、サークさん大金くんが辞めた時からサークするしかないんですでも大変全部は変わったしこれが結構日本ジャンクは買ってもらってたいや、見えてるとか冷えたの、はい、それでこういうこの店の上に住んでるなみんなあっち切り方、あっち切り方にいいけどね奥さんと混在じゃないの一時混在するんだよねん奥さんたち混在するんだじゃないのうん、一緒の方にあっち切りの方に行ったのあっち切りだ、うん、奥さんの実家の方なのかな、うん、あっち切りの方に行ったあっち切りの方に行ったみんなこっち行った横人は左にいたのうん、左に。頼る場合にとって左にいる。あ、小山さんの実家も倒れたって84歳してたから倒れた時しか意識があって渡辺さんにあそこに頼んでいたらお金もないって言ったら今も意識がなくなってどうですかって前より悪くなっちゃった、うん倒れた時は意識があったけど、だんだんほら血液がバーッと回っちゃうと意識なく、うん